この時はもう5番アイアンでも厳しいです。はい、手前あ奥にも芝がありますし、手前にも芝がある状態です。ですので、行っちゃってる行っちゃってる行っちゃってるやっちゃってるアグネスチャンス。基本からの応用、90切りラフの時のクラブ選択、はい、これについてやっていきたいと思います。まずちょっとボールを置いていきます。ちょっとこのぐらいにしますかね。これがやや沈んでる形です。はい、でこれピンまで193ヤードあるんですけど、まあ、ユーティリティで打ったり5番ウッドで打ったりとか、まあ他の 人によっては3番ウッドで打ちたい人もいると思います。ですがこれはもうすでに沈んでいてですね、これでボールを打とうとすると芝が手前に入ったり、逆に沈んでいるためボールが上がりづらくなっているので、すぐそこにチョロになったりするケースがあります。ですのでこの時はベストは5番アイアン以下ですね。はい、5番アイアン以下でしたら大丈夫です。でこの場合はロフトがやっぱあるクラブで打つとボールは上がりやすいので、はい、ちょっと意識してもらえればいいかなと思います。はい、で次にこのぐらいちょっと浮いてる感じです。はい、このように浮いている感じでも多少手前に芝が生えてる形です。はい、この時はこれ5番ウッドなんですけど、5番ウッドでも行けなくはないんですが、手前の芝を擦ってしまうと、まあ、ウッドってあんまり上からは打たないので少しレベルにこう低く打ってくるので、手前の芝が入ってしまうとそれも抵抗があってボールが上がんなかったりとか、はい、まあ、フェースが逆にこう手前にあることによってフェースが返って左に引っ掛けてしまったりとかいうケースがあるので、ここはユーティリティならいけます。ユーティリティだったら手前の芝の抵抗を受けてもそのまま抜けてってくれるので、はい、ユーティリティ以下で考えてみてください。次に、まあ、この辺にしますか。結構沈んでますねこれ。はい、この時はもう5番アイアンでも厳しいです。はい、手前あ奥にも芝がありますし、手前にも芝がある状態です。ですのでこの場合は7番でもちょっと危ないぐらいですね。はい、この場合はピッチング以下でやってみてください。あくまでもラフに入れた時点でちょっとペナルティを払わなきゃいけないっていう形を意識してもらえると気持ちのゆとりも出ると思いますし、まあ、90切りだとやっぱ3オン2パットを目標にしたいので、ここで無理してしまうとですね、やっぱりその3オンが難しくなってしまいます。ですのでここからだと例えば193ヤードですも、ここからピッチングで打てば100ヤード飛んで残り93ヤードが打てると。でもやっぱりミスしてしまうとまた今度180ヤード打たなきゃいけないとかっていう風にもなりやすいので、この場合はピッチング以下でぜひ、まあ、マネージメントしてみてください。まあ、とにかくラフの時はジャッジが本当に難しいんですけど、いかに次のショットですね、このショットじゃなくて次のショットが打ちやすいところに置くかを意識してもらえると、この時に無理しないで打てると思うので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、浮いてるのとやや沈んでるのと結構沈んでるのでクラブの選択が違うので、はい、その辺はちょっと意識してもらってやってもらえればスコアアップにつながると思います。浮いてるパターン、はい、やや沈んでるパターン、かなり沈んでるパターン、はい、いっちゃってるやっちゃってる、こっちゃってる、アグネスチャンス。